教育は理想を追っているか。この3か月ほどの数字を中心に話をしたいと思います。2020年、今年ですね、9月3日、ユニセフ・イノチェンテ研究所は、先進38カ国における子どもの幸福度、総合調査ランキングを発表しました。子どもと呼ぶのは、ここでは5歳から18歳まで。これによれば、日本は昨年より順位を下げて20位でありました。1位はオランダ、2位デンマーク、3位ノルウェー、日本はなんと20位でありました。この調査は3分野からなります。1つは身体的健康度。これは世界で最も高い位置です。健康状況に恵まれているという証拠でしょう。第2分野はスキルです。学力、職業適応能力です。これは27位。社会へ出るスキルが自信に持てないということでしょう。驚くべき結果は、第3の分野、精神度の幸福感調査です。生活満足度、自殺率などが基準です。実にこの分野で日本は37位。先進国中最下位でありました。幸福度、肉体的には第1位、精神的には最下位から2番目。このアンバランスに私は改めて驚かざるを得ません。世界で最も悲しい思いをしている子どもたちが多いのは日本なのではないか。このアンケートに、調査の不備を挙げる人もいます。例えば調査対象が中学3年だというような指摘もあります。高校入試に失敗した人は悲しい思いをしているのではないかとか、それから日本人は悲しいということに、まあ、その神性といいますか、感性が鈍っているのではないかというような言い方をする人もいます。アンケートの、言い方おかしいですが、このアンケートには信用性がないというようなことも言うわけですが、私はそんなことを言って、この日本の状況を自己正当化したら、逮捕を続けるだけだと思わざるを得ません。日本の子どもの状況を直視してみましょう。2020年度10月23日の発表によると、2019年に自殺した小中学生と高校生は317人でした。これは最も多かった2018年度332人から減ったものの、2年連続で300人を超えました。内訳は、小学生が4人、中学生が91人、高校生が222人でありました。また、全国の児童相談所が受けた児童虐待件数は、2018年度には15万9850件に達して、大変大きな話題になりました。今年11月10日の発表によれば、2019年度はさらに4万件も増加し、19万3740件でありました。コロナ禍をきっかけに、虐待や育児放棄といった状況が今後増えていくことは当然考えられます。子どもの貧困率も今年の7月の調査結果では改善されずに、7人に1人が貧困であるとの報告もありました。母子家庭では約半数、48% 弱、48.1% が生活困難であり、この水準は G7 の国では最低でありました。一言で言いましょう。日本の子どもの状況は不幸な状況だということです。少し話を変えましょう。ほぼ150年前の日本のことです。幕末安政の時代です。安政期は日本で大地震、台風、そしてコレラの来襲と、日本史上で最も悲劇的状況が生まれた時でした。この頃、多くの外国人が日本にやってきました。その外国人たちが驚いたのは、
子供の顔に幸せがあふれているということでした。幕末、ペルリが通商を求めて日本にやってきたことはご存知ですね。彼らが驚いたのはおもちゃ屋の多いことでした。そして庶民の子供に対する寛容さでした。日記には日本では子供が大切にされている国と記しました。安政4年、オランダの軍人カッテンディーク、勝海舟の、海軍の先生ですが、一般に親たちはその幼児を非常に愛美し、その愛情は身分の公平を問わず、どの家庭生活にもみなぎっていると言いました。明治10年もこれらは蔓延しました。アメリカの考古学者モースもご存知でしょうね。明治10年来日、日本は子供の天国だ。世界中で日本ほど子供が親切に扱われているところはないと述べました。イギリスのイザベラ・バード、これは日本中を東京から北海道まで旅した人です。私はこれほど自分の子供に喜びを覚える人々を見たことがない。他人の子供にもそれなりの愛情と注意を添う。自分の子供に誇りを持って。もとよりこれらは印象費用にすみません。体感費用と言ってもいいでしょう。しかし、一方でですね、当時の農村では人飼いが行われたりですね、幼児死亡率が高かったりしています。そういう貧しい困難な状況もあったのですから、能天気にこれを信じるわけにはいかない。しかし、少なくとも150年前の日本の子供が世界最低水準の不幸な精神を内包しているとは私は考えられません。日本は150年という近代化の中で子供を不幸せにしてきたのだ。子供の笑顔を奪って時代は進んできたのだ。このことにまず我々は気づべきだろう。7歳までは神の子という古いことわざが日本にはあります。七五三の行事にもそれは残っている風習です。しかし何よりこの行事の大事なことは、子どもが地域の共同体で教育するものだという理念です。前提となっているのは子どもの教育への平等性です。悪政と呼ばれる徳川綱吉の生類憐みの令、犬猫の保護ばかりが目立っていますが、この法令の肝心なことは、いわゆる捨て子の保護を地域の責任に強い勧告命令を出したことです。自分の家の門前に捨て子があったら、その子を育てなければならないというのが、この法令の肝心なところであります。私は横浜の、私立定時制の横浜商業高等学校、江古田の武蔵中学高校、下関の梅子女学院大学、現在の梅子大学、それから長く立教大学で教鞭を取り、その後、立教新座高等学校校長、自由学園最高学部長と、現場で教壇に立ってきましたが、その間で最も嫌だったのは、定時制高校時代の教員としてですね、給食費の徴収をすることでした。未払いの子どもに伝達するのもとてもつらかった、嫌でした。生活保護を受けている子どもに、領収の、その、袋を渡すのもつらい。子どもたちは食べるという人間の基本的な行動を前に、それも平等であるべき学校において格差を見せつけられていたのです。私の教え子に先日会いました。どうだいというと、その時にこの頃やっぱり給食費の徴収が嫌なんですよという話をしていました。まだこんなことが起こっているんですね。このことに文部省はようやく腰を上げました。先月のことです。11月4日、給食費の徴収が教員の負担になっている。実に全国の7割以上、74% が学校で徴収管理が任されている。国がいち早い業務の自治体への移行を勧告しました。すでに中央審議会は2019年に給食費の徴収は教員の業務ではないと報告しているのですから、なんと遅い腰の上げ方だと私は思わざるを得ません。
給食の無償化については地方財政の経済圧迫につながるとか、親の責任を放棄するようなものだとか、日本では否定的な意見が多いのも事実です。平成29年に1740の市町村に給食費無償化の実施調査が行われました。実施しているのは現在76自治体、1割にもほど遠い 4.4% であります。多くは町や村でありまして、大都市圏ではほとんど無償化されていません。世界の一例を示しておきましょう。ニューヨークは2017年パブリックスクール全生徒110万人を対象に給食の無償化をスタートさせました。韓国の小学校の無償化給食は2014年には 94%、 そして中学では 76% でした。フィンランド、教育先進国フィンランドではすでに1948年戦火から立ち上がると同時に週5日間の給食無償化を実施しました。格差を広げる教育行政が進んでいる。それは給食だけの問題ではない。近代化の過程で子どもたちを犠牲を強いてきたのではないか。全体教育の確立化は生徒指導においても見直しが認められて、今こそコロナ禍という未曾有の危機こそ教育の平等を根本的に考え直す時です。教育に必要なのは何よりも互いに助け合うことであります。最優先課題は教育の平等化を共に考えることだと思います。以上です。ありがとうございました。